なのか、どこにでも転がっているのかい。一体そんなものがあるんだろうか。何もわからないで僕はいる。そしてそれがあるとすれば、どこまで行けば見えてくるんだろう。そしてそれがないものねだりなら、何を頼りに生きて行けばいいんだろう。何もわからない、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 何もわからないで僕はいる。家を出て行く息子がいる。引き止めようとする母親がいる。どちらも愛してる、どちらも恨んでる、どちらも泣いている。シルバーシートに腰掛ける若者は、目の前の老人をどう思っているんだろう。赤ん坊を抱いて立っている母親は、その若者をどう思っているんだろう。若い母親のお腹の中で、命を閉じた赤ん坊はどこへ行ったのだろう。母親と呼ぶには若すぎた娘は、あれからどこへ行ったのだろう。教科書が泣いている。歴史の事実がごまかされ、若者たちが学ぶことは、それは一体何だろう。国と国とが争わなければ平和にならないのだろうか。同じようにビートルズ口ずさんでる若者同士が血を流し合って、原子力発電所を持たなければ生きて行けないのだろうか。歪んだ草焼きや醜い魚たちに囲まれて生きて行くのだろうか。核兵器を持たなければ自由になれないのだろうか。焼け野原を裸足で駆けてゆく子供たちが、それを望んだのだろうか。母親が赤ん坊を殺しても仕方のなかった時代なんて悲しいね。母親が赤ん坊を殺したら気違いと呼ばれる今は平和な時。ごまかさないで、そんな言葉では僕は満足できないのです。天秤ばかりは重たい方に傾くに決まっているじゃないか。どちらももう一方より重たいくせに、どちらへも傾かないなんておかしいよ。ごまかさないで、そんな言葉では僕は満足できないのです。天秤ばかりは重たい方に傾くに決まっているじゃないか。どちらももう一方より重たいくせに、どちらへも